世界的リゾート地の県立高校は生き残れるか長野県白馬高校です。長野県は県立って言わないんですね。他に宮城県や北海道もそんな感じです。長野県白馬高校。昭和26年にできた県立高校ですが、まあ、あのいわゆる受験進学校ではない地域密着型の高校です。普通科と国際観光科がそれぞれ1クラスありますから80人定員ですね。 国際的なリゾート地である白馬にあることを活かしまして、観光、異文化理解、山岳、アウトドアスポーツなどに力を入れている県立高校で、スキー部が大変強い。目の前スキー場ですからね。北アルプス学という科目があったり、一泊二日のみではありますが、えー、観光科の生徒が高校生ホテルを運営したりするなど、特徴のある高校です。で、ここなんですが、あの全然生徒が集まらなくて、存亡の地域にあるので、 全国募集しています。いわゆる地域未来留学ですね。全国の高校生来てねと。島根県などで成功してますね。で、東京や大阪で説明会が、まあ、地域未来留学の説明会があったり、白馬高校単独で東京、名古屋、大阪で説明会をやって、県立高校ながら全国の高校生を集めたいと。なんせ、あまりに入学者が少ないので、統廃合の対象になってしまう。正直、この高校がなくなっても、 電車やバスで大町や長野の高校に通えばよいということで困らないっちゃ困らないとまあちょっと遠いんですけどねで普通科はともかく国際観光科の方にやはり全国から入学者が集まるかどうかが鍵ですね可能性としては海外から留学生が来ても面白いかもしれませんすでに白馬にはインターナショナルスクールもありますさて卒業後の進路なんですが短大2人専門学校10人就職7人とまああの コツコツ地元就職、普通の地方の進路多様な高校という状況なんですが、4代に24人行ってますが、国公率はゼロです、えー。慶応の総合政策に受かってますが、これはおそらく何か、その、観光とかを目玉にした A 応入試で PR が上手にできた人じゃないかなと予想ができる。えー、早稲田のスポーツ科学に2人行ってるのは明らかにスキーでしょうね。 でまあ他にも一応、観光家らしい進路として、関西外大や関西学院の教育、まあ、これはどういう経路でいったか分かりませんが、あとまあ神田外大日体大,大、中京のスポーツなど、まあ、スキー部がスポーツで有名大学へ行くか、観光学科っぽい、えー、人が推薦で有名大学へ入れるみたいなのはあるんですが、他は正直、いろんな次第へなんとなく行ってるという感じで、こう ずば抜けた目玉がない俺だと今どき正直どこの高校であっても4大に進学しようとすればこんな感じの進路にはなるのでそのいい大学に入れるのが目玉っていう感じで全国の生徒を集めるのはちょっと難しいなと島根県の津和野高校みたいに、えー、推薦とはいえ東大2人出てるというようなあのー 強烈な目玉があれば話は別ですが、白馬高校の場合、国公立ゼロというのはさすがに厳しいと思います。これで全国から生徒が集まるのかなと。その、宋慶に行けてるとはいえ、ずっとこれが続くわけではない。やっぱり地方は国公立いないのは辛い。ということで、観光学科がある以上、今後、観光系の国公立大学、金沢、琉球、和歌山、山口、これはやっぱり抑えておきたい。 それから、名王大。そして、観光の名門私立大ですね。東京であれば、立教、東洋、国学院は、まあ、外せない。この3校には、なんとか白馬高校が頼んでして、こう、もらえないもんかと。まあ、あるいは一般で行くぐらいの力はつける。ということで、まあ、このあたりの観光系を目玉に、全国から生徒が集まる魅力的な高校づくりをしていかれて、なんとか白馬高校を生き延びていただきたいなと。 全然話変わるんですが、熊本県立高森高校はなんと、えー、今年公立高校初の漫画学科を作り、40名、定員充足しました。もう一個は普通科。で普通科、グローカル探究コースと名付けてはおりますが、あの、ここも進学校じゃありませんので、そう花々しい進路実績にならないんじゃないか。どうなんでしょうね。こちらの高森町も、 え小さい町で、このままでは県立高校なくなってしまうということで、一か八か漫画学科を作りました。あの漫画関係の出版社とか、いろんな企業も応援してくれるようですが、まあ、学生寮もあるから、ここも全国募集なんですかね。一体この高校どうなるんだろう、注目でございます。